はい、こんにちは、ミガスです、今日はですね、車の豆知識、やっていこうと思います。サスペンションについてちょっとお話をしてみようと思います。まずね、皆さんサスペンションって聞いて思い浮かべるのってこれじゃないですかね。まあ、よくね、ローダウンサスだったりとか、まあ、サス交換なんていう言葉もね、あったりすると思うんですけど、これね、これサスペンションじゃありません。これバネです。スプリングです。じゃあサスペンションっていうのは、じゃあ一体何かっていうところなんですけど、はい、サスペンションっていうのはですね、まずこれバネですね。今のスプリングと、ショックダンパー、ショックアブソーバーとかダンパーって言われるもの、それとこの足回り、例えばまあアップアームだったりローアームだったりとか、こういうもの一式の総称としてサスペンションっていうものになります。ではね、そのサスペンションっていうのがなんでついてるのかっていうと、まあね、単純にサスペンションがない車だと乗り心地が悪いわけですよ。まあこうね、走ってきて段差があるとダーンってこうね、ダーンってなるじゃないですか。でその段差のショックを吸収するために、まあ基本的にはついてるといったものになりますね。でまあもう誰でもわかると思うんですけど、このバネ、このバネによってこうギュッとね吸収するわけなんですけども、バネだけだとドンっていうその衝撃はね、バネで吸収するんですけど、バネっていうのは縮んだら次伸びるじゃないですか。そういう性質があるんで、要はね、こうポン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 いつまでも跳ねてるようなあの車になっちゃうんですよね。でそのバネの動きを抑制するためについてるのがショックアブソーバー。ではですね、ちょっとここでこの映像をご覧ください。このラジコンはですね、一見あのショックアブソーバーあるように見えるんですけど、中身何もなくてバネだけなんですよ。でバネだけだとこんな風にね、こんな動きになっちゃうんですよ。チポンチポン、ちょっと跳ねちゃいますよね。でこっちはね、ショックアブソーバーが、まあ、オイルが中に入っててね、まあ空気も一緒に入ってるんで、まあオイルとガス両方入ってるショックアブソーバーになるんですけど、動きがね全然違うのが分かっていただけると思うんですけど、このようにですね、まずそのサスペンションのね、一番中核を担うというか一番メインの部品である、スプリングとショックアブソーバー、これによって衝撃を吸収しているわけなんですね。はい、ということでね、じゃあこのショックアブソーバーって中身どうなってるのっていう話になるんですけど、基本的にはまあ、オイルで満たされていて、その中に穴の開いたものがね、あの輪っかが入ってるんですよ。で、そのオイルがその小さい穴をね流れる時の抵抗を利用してるってものになるんですけど、以前ね、クロスカブのショック交換っていう動画を上げたんですけど、それの中でね、つけたそのショックがオイルとガスのハイブリッドっていう、なんかこうキャッチコピーじゃないですけど書いてあったんですよ。で、まあ普通ね、普通はガスとオイル両方入ってんじゃねっていうようなね、テロップ出してたんですけど、まあ、どういうことかっていうと、ラジコンのこのショック、これね、単筒式っていう筒が一つしかないタイプになります。でまあ実車の場合はね、さらに副筒式っていうもうちょっとコストのかかるタイプ2種類あるんですよ。で単筒式っていうタイプはもうこの中にオイルが満たされてて、でそのオイルの中でこれね、この中にこう輪っかが入って、穴の開いた輪っかが入ってるんですよ。それがこう上下することによって、その穴をオイルが移動する、その時の抵抗でこの減衰力を発生させてるわけなんですね。なんですけどこれね、ちょっと見ていただくと分かるんですけど、こう押します。で押すことによってね、中の輪っかがこうオイルを通り抜けてるわけですね。離します。戻ってきますよね。戻ってきますよね。これなんで戻ってくるかっていうと、空気入ってるからなんですよ、中に。要はこの、シリンダー部分、ショックのシリンダー部分にオイルが入ってて、そこに蓋がしてあるわけですね。ゴムの蓋なんですけど、でその蓋の上にこの外側のね、ケースの蓋がついてるわけなんです。このシャフトが入ってくわけですよね。そうするとこの中の容積が増えるわけですよ。オイル自体はね、上から下に、下から上に移動するだけで容積変わらないんですけど、このシャフト分容積増えるんですよ。でその増えた容積をどうしてるかっていうのがガスなんですよ。
エアなんです。まあこれは空気なんですけどね。だからうん、だったらこれもハイブリッドじゃねっていう話になるんですよね。で、副灯式っていうものがあって、副灯式っていうのはちょっと違ってて、よくあのバイクなんかで、こうショックの横にもう一個タンクがついてるのあったりするじゃないですか。あれ副灯式なんですよ。こういう形での副灯式もあるんですけど、あれはねオイルを別のところにこう移動させてるんですね。で、こういう形の場合は、二重構造になってて、筒の中に筒があって、中の筒から外側の筒にこう油を逃がしているといった構造になるんですけど、あのこの単筒式はね、蓋がついてて空気の部屋がある。オイルと空気は完全に別なんですよ。だから空気の圧力、ガスの圧力って高いんですね。高圧ガスってやつです。で、副筒式っていう別体タンクだったり筒が二重構造になっているものは、そのね、あの筒の中にガス入ってると思っていただければいいと思います。で、二重構造の方はその外側の部屋がガス室になってるんです。で、これ分離されてないんです。油自体がそのエアをガスを押してるような、そんなイメージで考えていただければいいと思うんですけど、まあ何しろ両方ガスが入ってると。で、そのガスの力によって戻ってくるわけですね。ショックっていうのはね、そういう構造なんですよ。でね、まあ乗り心地の部分、まあそのクロスカブの動画でね、バネは硬くなってるんですよ、あれ純正より。だけど乗り心地が良くなってるんですね。じゃ、その原因は何かって考えると、この中のね、そのオイルが流れたりとか、そのガスの圧力だったりとか、そういうセッティングを調整してあるんですよ。速い動きをするときとゆっくり動くときで特性が変えられるんですよ。だから純正のショックに比べて、まあ味付けがね、そういう味付けになってるといったことになります。だからね、減衰力ってただ単にそのこの減衰の力だけじゃなくて、その内部構造のその味付けによって、ショックの特性っていうのね、だいぶ変化してくるわけなんですよね。例えばその、もう結構距離走った車、例えば10万キロとか走った車に、まあ、乗ってて、そこからいきなり新車の車に乗ると足回りがね、こうドシッとした感じするんですよね。それっていうのはね、結構その純正のこのショックが抜けちゃってることが多いです。やっぱりどうしてもね、そのオイルだったりガスだったりね、漏れちゃうことがあるんですよね。そうするとこの減衰が非常に弱くなって、バネだけになってすごいね、ふわふわした感じになっちゃうんですよ。よくね、高速道路とかで、あの高速道路の継ぎ目でね、こうふわんふわんふわんってなってる車って見たことないですかね。バスとかだとね、結構そういうのあるんですけど、古いバスとかね、それはね、もうショックが負けちゃってるっていう状態ですね。バネに対して減衰が発生しないといったことになります。でね、まあ、そのサスペンションの役割の部分なんですけど、まあ、衝撃を吸収するっていう話を今までしてきたと思うんですけど、実はその衝撃吸収だけじゃないんですよ。車っていうのは結局ね、そのバネの上でふわふわこうふわふわしてる状態なわけなんですね。だからハンドルを切れば遠心力がかかるわけじゃないですか。そうするとこっち側が縮んで、こっち側は伸びようとする。もしね、ショックの減衰力が弱いと、ハンドル切った瞬間に車がカクンってこう傾いちゃうんですよね。それをショックによって、じわっとこうロールするようにセッティングしてあったり、あとはあのブレーキ踏むとこう前かがみになると思うんですけど、それもね、同じで前が縮んで後ろが伸びるわけなんですよね。それもみんなね、ショックアブソーバーがその動きを抑制してると。でそれだけじゃなくてね、これも重要なんですけど、道路ってね、平らじゃないんですよね。その段差とかその衝撃だけじゃなくて、うねってるんですよ、道路って。でそのうねりもね、うまいことここでこう吸収してるわけなんですよね。要はそのタイヤを路面から離さないために、路面に押し付けるために、こうサスペンションで車体をこうふわふわ浮かしている状態にしてあるということですね。でそのうねりが連続しているわけなんで、ショックアブソーバーがないともうポン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 ってなっちゃうといった感じになりますよね。
まあ、ということで今日のね話をまとめると、サスペンションっていうのはこれじゃないですよ。これはスプリングですよ。スプリングとショックとその周りの部品構造全部をひっくるめてサスペンションって言いますよ。でバネの役割っていうのは衝撃を吸収するものですよ。ショックアブソーバーの役割っていうのはそのバネの動きを抑制するものなんですよ。でショックアブソーバーっていうのには2種類あって、単透式と副透式があってそれぞれ違うガスの入り方をしてますよ。で中身の構造次第でこのね早く動く時と遅く動く時の、セッティングの違いで、まあ、乗り味だったりとか車のその運動性能に関わってきますよとっていう話でした。で最後にですね、例えばそのバネをねスプリングをダウンサスに交換したいとか、ショックアブソーバーをなんかこうね社外品のやつに交換したいとかっていう方もいらっしゃると思うんですけど、目的を持って交換してください。乗り心地の良し悪しっていうのは人それぞれで、何しろふわふわした足が乗り心地いいっていう人もいれば、ドッと衝撃を吸収してその後 ふわっとしないっていうのが乗り心地いいっていう方もいるし、まあ、ハンドル切って傾きすぎないっていう方が乗り心地いいだろうっていう方も、まあね、人それぞれなんですよ。なので、まあ、お店に行ってねショック交換したいんだよってどんなのがあるのなんつってね、じゃあ例えばこのショックがね、まあ、安いし性能もいいしおすすめですよなんて言って、でそれをつけたからってじゃあ乗り心地が良くなるとか自分の思ったような動きになるとは限りません。なんでかっていうと調整式、特に調整式じゃないショック、これってメーカーが味付けしたものです。メーカーの開発のした人がその人たちのセンスで作ったものです。必ずしもそのセンスが自分に合うとは限らないので、どういう動きにしたいとかっていう目的をよくそのお店の人なりに伝えて、それに合ったものを選んでもらうといったことが必要になります。まあ話の内容がね、そういう走りに関わる部分になってくるとまたちょっと今の話とね違ってくる部分は結構あるんですけど、基本的にそのストリート、普段乗用車、普通車での、スプリングとかショックの役割っていうのはそんな感じでした。参考になりましたでしょうか。以上です。じゃあね。さあいかがだったでしょうか。もしよかったらねこっちの方登録お願いします。じゃあね。